ちは、デルクルスでーす。はい。今回は、また、ウルトラ怪獣500デビューしたいんですけど、その試合以外はもう全部デビューしちゃいたいと思います。どうやら、私、デビューできていないやつが、ちょっとあったんで、今から紹介します。では、今からね、出しますよ。紹介するもの。よし、行きます。せーの。はい、出ました。ナックル星人グレイですね。はい、こんな感じですね。ナックル星人グレイはなんか青っぽい、灰色っぽいみたいなそういう色ですね。肩とか、腕のところとかはなんか毛っぽいのが生えてますね。で、赤いボツボツがあって、それはいくつかしか色塗られませんね。まず全部造形ですね。あと顔がこんな感じですね。ウルトラマン銀河に、登場するみたいですけどね。一体どのように出てくるのかっていう感じですね。はい、背中がこんな感じですね。背中は毛だらけなんですね。ケツとかも毛だらけですね。なるほど、なるほど。で、どのようにね、偉大なる支配者様に使えるのかっていう。ね、楽しいですね。星人。はい、ガッツ星人だね。別に可もなく不可もなくって言っていいですかね。特に顔とかもね、ちゃんと、いい感じですし、体とかの配色もいいですね。ただ、足の模様が塗られてないのと、黄色いこの線が途中で終わってるのと、あと青いね、もじゃもじゃが、色塗られてないことですかね。あと、ここも塗られてませんね。背面はね、やっぱりさっぱりしてますね。やっぱりさっぱりしてますね。ゴドラ星人となります。はい、ゴドラ星人もね、かっこいい敵ですね。こういう感じ。ですけど、昭和版ウルトラセブンでは、ここが実は白いんですけど、ここ黒いですね。ここ黒いということは、平成ウルトラセブンってことですかね。はい。で、手にハサミがありますね。でね、下半身とかね、複雑な塗装ですけど、いい敵してますね。めちゃくちゃかっけえ。あり辺、背面がこんな感じですね。背面もね、ここしっかりね、足のところで打ってあるんですよ。これはなかなかいい敵ですね。はい、続いてもちろんでーす。こいつはね、ウルトラマンタロウに登場した、怪獣ですね。正月にね、人間が餅をついた餅を、こいつが食べ尽くすっていう、そういうやつですね。餅が大好きなやつなんですね。はい、ウス怪獣ももちろんなんて商品が少ないですからね。めちゃくちゃいい出来ですね。ちゃんとね、ヒビっぽい感じとか、再現されてて、いい感じですね。でもこんな感じですね。これはもう文句ないっすね。それでは、このね、ガツ星人と、もちろんと、ゴドラ星人と、ダックル星人クレイを一気にウルトライブしてみまーす。もちろんと、ナックル星人グレイと、ガッツ星人、ゴードラス星人のご紹介でした。それでは、バイバーイ。はい、チーズ。多いね。